じゃあ、ね、複素数平面の奇跡の一番の問題やっていきましょうか。まず問題が、この方程式を満たす Z はね、どのような図形を描きますかって話なんだけど、複素数で絶対値できたら、これを覚えましょうね。絶対値の2乗は中身中身バーテンさ。いくよ。例えばさ、Z を A プラス BI と置いてあげて、これを複素数平面、まあ、XY 平面だと思って、これに表してあげると、この実部を X 軸に、距離は Y 軸に取ってあげればさ、絶対値っていうのは原点からの距離、つまり斜めの長さ、この斜めの長さっていうのは、三平方の定数からさ、ルートの A2 乗たす B2 乗で表すことができるよね。で、ここで、Z は、これっていうのは、共約の複素数で、I の前の符号を、変えてあげればさ、ZZ バーを計算すれば、これ展開したら、こうなるよね。I2 乗って、マイナス1からこうなるんですよ。見て見て見て。Z の絶対値の2乗っていうのは、ZZ バーと同じだよね。だから、こういうふうに覚えてほしいな。絶対値の2乗っていうのは、中身中身バーね。じゃあ、いくよ。今回のこの式、まずそのまま書いてさ、Z マイナス、6i イコール2絶対値 z マイナス 3i で絶対値が出てきたら、まずは2乗しましょうね。2乗してあげれば思い出してほしいのは、そう、中身中身バーね。 OK、中身中身バーですよ。中身中身のバー、こうなんですよ。あ、これ2乗しないね。僕も2乗しないね。はい、2の2乗で4。はい、これね、絶対値の2乗だから、中身中身バーでいくよ。中身中身バー。オッケー。中身、中身、バーにしましょう。あとね、バーを分配していこうね。ちっちゃく刻んでいきましょうよ。まずね、ここの Z にそのままバーをつけましょう。マイナス 6i にバーってことはさ、マイナス 6i の共約の複素数は、プラス 6i ね。オッケー。符号を変えてね。はいはい。ここ同じように。はい、こっちもね、同じようにいきましょう。まずね、Z の上にバーをつけてあげて、ここね、マイナス 3i のバーだから、そう、プラス 3i ね。プラス 3i と、してあげましょう。あとはこれ、バラバラしてるよ。じゃあ、バラバラ展開してみて。Z、Z バーの、プラス 6iZ の、マイナス 6iZ バーの、マイナス 36i 以上の、はいはい、これ4括弧しようか。4括弧、ここも展開してみて。Z、Z バーの、プラス 3iZ の、マイナス 3iZ バーの、マイナス 9i 二乗でいいかな。OK。でさ、これさ、4カッコ外そうよ。4カッコ外して。4ZZ バー、12iZ、マイナス 12iZ バー、マイナス 36i 二乗だね。でさ、これさ、左辺と右辺で、これ同じじゃない？マイナス 36i 二乗とマイナス 36i 二乗で楽だね。じゃあさ、これ全部移行しようか。移行してあげますと、どうぞ。3ZZ バー、プラス 6iZ、マイナス 6iZ バーグ。でさ、全部、3で割り算できるから3で割り算して、ぐるんって回そうか。ぐるんって回してあげて、ZZ バーグ、プラス 2iZ の、マイナス 2iZ バーイコール0となるね。あとは、こっから因数分解していくよ、因数分解。まずは、ここ見てね。ここでさ、何で因数分解できる？ Z でくるね。Z でくるね。Z か、ここと。Z バープラス、2i っていうのができるよね。でさ、ここで出てきたこのカッコの中身を後ろで無理やり作るの。このカッコの中身を後ろで無理やり作ります。 Z バープラス 2i と書いてあげて、ここが正直合うようにしちゃって、ここに何て書いてあげる？マイナス 2i よね。マイナス 2i と書いてあげてさ、ここ展開したら何出てくる？マイナス 4i に出てくるね。だから正直合わせに、そう、プラス 4i 二乗としてあげればいいんじゃない？あとはさ、この赤の部分で因数分解してあげて、Z バープラス 2i かこのぞ。Z マイナス 2i となるよね。でさ、こいつを移行してあげて、マイナス 4i 二乗とでもしてあげましょうか。でさ、ここの部分が、最初こっちから書いていい？こっち先に書いてあげてさ、これさ、ここのバーがここしか出てないから、まとめてにしようよ。まとめてのバーにしてあげれば、この括弧の中、どうやって書いてもいい？Z、-2i と書いてあげればいいね。ちなみに i に乗ってなんだっけ？マイナスしたから、ここ読んだね。ここ見て。中身、中身バーだ。中身、中身バーだから、そうだよね。2乗になるよね、これ、ね。Z の -2i の2乗と変形できるじゃない。あとはさ、2乗を外してあげれば、Z-2i は何ですか？
あ、これはプラス見ていいかな。プラスマイナスじゃないよ。絶対値って絶対にプラスだからね。ミッド回でおしまいです。あとは、これを見てあげて、これを思い出しましょう。複素数の円の表し方なんだけど、例えば、中心を A、複素数的には α、円周上の点を Z、複素数的に Z と表してあげればさ、ベクトル使って、ベクトル AZ、ベクトル AZ の長さっていうのは、半径の R で表すことができるよね。あとはさ、この視点を O にしてあげれば、ベクトル OZ、マイナス OA は R と表せて、OZ を複素数で表すと Z、OA を複素数で表すと α。つまり何が言いたいかって、Z は点 α を中心とする、点 α を中心とする半径 R の円になってるね。だから、ここからこれに変えなきゃいけないんだよ。ここからここにね、和訳してあげて。じゃあ、これ見て。ここからこうやって和訳してあげるよ。和訳すれば、はいはい。よって、Z っていうのは、そうだ、中心が2やいいね。うん、中心が α ってやつじゃん。こんな風に書くよ。点 2i を中心。ここね、2i を中心として、半径が何？半径は、そう、2の円を描くと書いてあげれば、これが答えという感じね。ここを見ていくんだよ。中心はここを見ます。点 2i を中心として、半径はここだね。うん。ルートなんかつけちゃダメよ。半径は2の円を描きますよって感じね。これは覚えましたね。絶対値の2乗は中身はと、円の複素数的な表し方ね。ここから和訳できるよね。じゃあ、奇跡2の問題やってみよう。